まずオフィシャルから質問です、えー。試合後の率直な感想をお聞かせいただけますか、えー、一言で言うと、うん、ジャッジはもうちょっと勉強した方がいいなというのがそれは今回の判定にちょっと不服があるとはいあのなんだろうなこうスポーツでやはりこう格闘技をやってる以上こう チケットを何枚売る集客がどのくらいできるそれを判定に影響させてしまったら結局スポーツっていうのは発展しないであの対戦相手にもやっぱり失礼だと思うんですよねえー、っとやっぱりこの3月20日えらい三34この日に向けて、えー、今回でいうとまあ僕とコうイ選手がこう2人でえー、どっちが強いか 一生懸命こう毎日練習して努力して積み上げてきたものがある中で,でこう試合をしていく中でやっぱりこうやった本人も一番よく分かってますしうんそこをこうちゃんとした判定を下されずにえ勝ったりまあ負けた選手まあ今回僕ですよねっていうのはやっぱりこうずっと心に残るわけですよね。 うん自分がやってるものって何なんだろうっていう。こんな判定をされてしまう競技と、えー、15年向き合ってきた。そんな僕はつもりはないんで、うん、コーチ選手には全く僕は、えー、怒りもないですし、あの、戦っていただいて感謝もしてますし、それは彼も言ってましたし、彼には本当に感謝しかないです。ただ ジャッジに関しては、本当に今後、人を裁くっていう仕事をしていくんだったら、本当に学ぶべきですね今の話ですと、そのジャッジに、試合以外のことが影響しているというふうに、梅野選手は感じているということですかもう僕だけじゃなくて、みんな見てわかると思うんですね、もうそれはもうお客さんもわかるだろうし、スタッフもわかるだろうし、ジャッジした本人たちもわかるだろうし。 何なんだろう、まあ、一番分かってるのは本当戦った選手同士が一番よく分かってるんでセコンドも分かってますしそこまでやはりこう共通してみんな同じ認識を持ってるっていうことはうん本当ただただおかしいんですよねでこのおかしいことにうんいいも何も言えないっていうそんなんじゃあの僕はバカにされてる感じがするんでうーん やっぱりもうこう、本当に学んでほしいなっていう、うん、なんだろうな、悔しいし、うんなんだろうやっぱり本当に、どれだけこう毎日選手が努力してうん、積み上げてきたかっていうのが、本当に分かってないんだろうなっていうのが、 やっぱあるんですよねこう戦っていく中で、うん、今回は、えー、とちょっとこんな言い方をしたらコウ選手に失礼ですけど、まあ、たまたまコウ選手が勝ったっただそのたまたまを手繰り寄せられるの,っていうのは、えーとまあ、その日々の努力だったりとか挑戦していないと、あのー、勝利には結びつかないと思うんですねで、うん、僕はそのたまたまの勝利をつかむために日々努力して。 挑戦して今回の試合に臨んだと、まあ、彼ももちろん同じなんですけどそれをなんかこううーん偏った判定にしちゃうっていうのは僕は本当にこの競技をこうお客さんもそうですし格闘技ファンじゃない人たちにまであやっぱり格闘家ってすごいなちゃんとしてんだなみたいななんか野蛮なスポーツって思われたくなくて。 割とこう僕は発言にも一応気をつけてるつもりですし、あの、なんだろう。一般常識やってちゃんと格闘家あんだぞっていうのを、ちゃんとこう、分かってもらいたくてこう、発言して試合で戦って、でやってる中で、やっぱりああいうふうな安定をされちゃうと、なんだよっていう。俺が向き合ってきたものって、 こんなんだったのかなっていうのは、なんかこう、感じちゃいましたよね。悲しいなって。うん